けん、えー、さん今日は、えー、来てくださってありがとうございますふみさん呼んでくれてありがとうございますじゃあ今日はため、えー、口をいつどんな相手とあの使うかということをけん、えー、さんと話したいと思って、えー、来ていただきました、うん、はい、はい、というのもあの私前に、えー、生徒さんからため、えー、口の練習をしたいって言われたことがあるんですねで。うん その方が私より多分結構年上の男性だったんです。で、えーと、じゃあしたいって言われたから、あ、いいですよ、じゃあやってみましょうって言って、じゃあそのため口で話そうとしたんですけど、私の中であの違和感がありすぎて、もうため口で話すのがつらかったんです。で、どうしてもですとか、ますをつけたくなってしまいました。 であのその時に気づいたのが、私は少なくとも、その年上の、しかも男性に対して、タメ口で話すことはありえない、だからあの、どうしてもそれが難しかったんだなって分かったんですね。そ,うそれで、えっと、じゃあ、例えば、健さんは年上の人に対して、タメ口を使うことってありますか 年上の人に対してタメ口を使うことは、はい、うん家族以外だったら、はい、なかなかないかなと思います。やっぱないですかね。あはい、はいえー。そうだない今こうパッて頭の中で思い浮かんだ人が一人いるんですけど、はい、その人はうん友達で、はい、えと僕が年下。 今29歳ですけど。えー、で、その人が年上、えっ、ー、と36歳だったかな、37歳だったかな、忘れちゃったんですけど、<ー>はい。えー、なんかどうしても、あの、タメ口で話してほしいって言われたので、あ、<だ>そうなんですか、はい。男の人です。男の人で、はい、そういうこと言うんですね、知らなかった。あ、そう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 、そう言われたこともありますけど、な,そなので、その人とは、うん ため口で話してますでなるほど。なんかその人に聞いてみたんですよ。え本当にタメ口でいいんですかなんか失礼じゃないですか、うん、って聞いたら、はい、あのなんかその人はあの気を使わなくていいからって。なるほど。同じ立場で、うん、仕事の関係何もないんだから、はい、飲みに行こうよみたいな <laughs> <laughs>、えー。へえ。って言われました。 なるほど、はい、それであのもう違和感なくその人とはため口でで話せる感じですかそうですね最初は違和感ありましたけど今はもう1年以上そういうなんか私常にデスマスで話したいタイプなので結構、うん、特に、はい、<ー>初めて会った人とはもうデスマス以外ありえない感じがいい。あ あなるほど。でもうん、僕もそんな感じです。あそうですか。はい。年下の人でも。はい。で、えー、実験したかったのは、けん、はい、さんとタメ口で話すことによって、け、えーうんさんに違和感を感じてほしいので、うんうん、<laughs> どういう違和感を感じるのか、<笑><笑>ちょっと今から一瞬タメ口で話すっていうのはやってみたいんですけど。はい、あ両方タメ口ですかで、はい。私もタメ口使うので。あ、なるほど。はい。はい いいよいいよとか言っちゃってい,いい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 。じゃあちょっとだけありがとう。すいません。すいません。<laughs> あの、うん。最近どう最近どう最近どうって。はじ <laughs> めましてな。<laughs> ちょっと待って。えー、っと、あ、最近はね、あの、寒くってね、うんうん、<laughs> すごい寒くって。うんえー ちょっとセントラルヒーティングのお家を建てたいななんてちょっと思ったりしてたけどあーお金持ちだからうんお金はないので<え>本当は建てられないから夢なんだけどちょっとなんか今すごい違和感が <laughs> 違和感ありますか<え>ありますか,かってやっぱり戻っちゃったなんかそうしかもなんか嘘ついちゃった思わずどうでもいいこと喋っちゃったあのあ<ー>そのデスマス 使わないで話そうと思ったらセンントラルヒーティングの家確かにそんな住みたいなってちょっと思っただけのどうでもいいことをつい言ってしまったのでうん、うん、話す内容よりなるほどその形にとらわれてあ<ー>ちょっと今話ができなかったです <laughs> なんかそうでしたね今の会話なんか変な会話でしたねね、うん、もう一回いいですか何か違う話題でやってもいいですか、えー、あはい行きましょうじゃあどうやって,て じゃあ、ピ、うん、ク2でこのまま、えっ、ーえー、と、このため口について話そう。ため口。は,はい。えっと、うん。でも今やっぱちょっと違和感感じないなんか変な感じ。うん。やっぱどういう感じちょっと気持ち悪いうーんと、言葉がここで詰まっちゃう感じ。 息が詰まるみたいないつつ。つまりすごく居心地が悪いってことっですね。やっぱり無理はしちゃいけませんね。そうだな。うん、なんか今の感覚を例えると、ふみ、うんはい、さんって何かスポーツ好きなスポーツだったりしますかスポーツは全般的にそんなに好きでもないんですけど、うん、まあ息子がサッカーをやってるのでサッカーは好き。あな,るほどなるほど。なんか 感覚で言うと、サッカーの話で言うと、そのいい蹴り方ってあるじゃないですか。はい、多分ボールのいい蹴り方に集中しすぎてて、うん、ボールが見えてないみたいな。なるほど。<laughs> だから蹴れないってことだ蹴れない。それが前に行かない。<laughs> 面白い。すごい今の例え。うん、じゃあ、ちょっとサッカーじゃなくて、もし私がバスケが好きって言ったらどう、どうなりますか、今の例えって。 あですね、なんだろう、こう、パスのもらい方に集中しすぎちゃってて、うん、よし、パスだ、パスだって言ってる間に、こう、ボールが後ろ行っちゃうみたいな。<laughs> あじゃあ、<laughs> 野球だと、こう、バットを持って構えてるじゃないですか、こんなん、はい。よし、なんか、最初はこうで、次は後ろの方に持ってってって言ってる間に、ボールが、なんか、はいあの、ヒューンって、キャッチャーの方に行っちゃうみたいな。 でなんだったっけみたけみいな水泳はどう何だろう泳ぎ方にこだわっててこうかなって言ってる間に、はい、あの知らない間に下の方に沈んじゃったみたいななるほどすごい、うん、それぐらい違和感があります、うん、そうですよねだからまともにプレーしようとするとやっぱどうしてもデスマスがついてきちゃうみたいなうんうん、うん 感じですかねあと日本語を勉強してる人が見てると思うので、はい、日本語系で言うと、うん、あの正しい文法を使わなきゃいけないっていうプレッシャーがありすぎると、はい、まあ結局何言いたいのかわかんないみたいな形にとにかくこだわって。<laughs> うん いう内容に注意が払えないってことでんか会話でコミュニケーションしたいんだったら、うん、そのなんだろう全部正しい文法を使って100点満点の文章を作るよりもなんかこう、うん、間違ってもいいからこう,こうなんか言いたいこととか伝えたいことを言った方がい、うんうん、い,いんじゃないかなみたいな。 ススマスでも、タメ、うん、口でもなんか、うん、どっちでもなんか自然な方、うん、自分が自然に思う方を使ってたら。そうですよね。今、ケンさんが違和感があったのは、その初めて会ったばかりの年上の人にタメ口を使うからですよね。うん、そうだと思います。それが普通ありえない状況だからですもんね。はい。多分、はい、たた日本だったら、 ふみさんを悪い気持ちにさせたらいけないってちょっとこうか、はい、<laughs> そういう気持ちがあるじゃないですか。あはいはい。はいうん、あと私思うんですけどもし今後私たちが何回もこうコラボをして、はい、あのすごく仲良くなっても多分永遠にですますは使い続けると思うんですね。はいそう思います。だから別にですます使ってるからって何、うん、だろうその 仲良くなりきれないとか、そういうことはないですよね。っていうのをそうだあの。日本語を勉強している人に伝えたかったのは、あ,<ー>ある程度の年齢の差があれば、もうずっとデスマスを使い続ける、いくら仲良くてもっていうのが普通ですよね。うん、そうだと思います。うんうん、僕の,あの 勝手に親友って思ってる人が一人いて、はいはい、その人もユーチューバーなんですけどあの、僕のチャンネルによく出てる、はい、もしもし、ユうスケさんっていう人、お,お互いにね、あのうん、なんだろう、デスマスというか、丁寧語ですね。尊敬語とか謙譲語とか使ってないですよ、さすがに。あ、はい、デスマス。<laughs> スマスね、召し上がりますかとかは言わないけど、あの、<う>ですか。 うん、うゆうすけさん、最近どうですかとか、うん、お腹空すきましたよね、ご飯食べに行きませんかとか、そんな感じの。でも、一緒にご飯食べに行って、面白い話、うん、<laughs> するし、うんうん、あの、僕、もしもしゆうすけさんの家に何回も <laughs> あの泊まったことあるし。<laughs> そうなんですか。<laughs> <laughs> そんなに仲良く。 で、今後もずっと仲良くして、どんなに仲良くなっても、やっぱり最後までデスマス使えますよね。と、うん、思います。なんかいい感じの距離感で。はいね、仲はいいんだけど、いい感じの距離感みたいな。はい、快適な距離感。な距,離感うん、距離感があるって、その遠いっていう意味じゃなくて、なんか。互いに。はい、なんだろう。居心地がいいです。うん。そうですね。わかります。うん。そう、私もだから思うんですけど、これから初めて会って。 会う人とか多分ずっとデスマスを使うし親しくなっても多分ずっとデスマスを使うんですけど、うん、それはなんというかあのちょうどいい気持ちのいい距離な気がします、うんうん、ね、うん。やっぱそうですよね。そういうので言うとあの僕29歳で、うん、あの年下の女の子の、えっと、友達がいて。はい その人も YouTube チャンネル出てるんですけど僕の YouTube チャンネルなんかお互いに話す時、うん、そのデスマス調なんですけどなんか、はいうん、でもなんか年下の何かに僕がずっとため口で喋ってしまったらなんか威圧感になるかなと思ってわかりますそう、うん、それはちょっと気をつけてます私の場合やっぱ男性の年上の人に ため口で話されるとなんかすごい嫌ですねやっぱりなんだろうバカにしてるのかなってちょっと思うんですい<ー>、はい、なんか俺の方が強いんだぜみたいなそう,そうなんか年上だからって何かこう軽く見られてる女だからとか年下だからみたいなそういうイメージがありますね、うん、逆に女性の年上の人にタメ口で話されると 親しみを感じて嫌じて嫌ゃないですもちろん<ー>って言えるんですけど、はい、そう私の場合ちょっとその性別によるものって結構ありますねあ結構日本では性別ってすごくコミュニケーションを取る上で区別されますよねそうなんですよね、うんうん、若い人はもしかしたら違うかもしれないんですけど まあでも、タメ口じゃなくても、すごく仲がいい友達ができることもあるし。あそうですね。うん、なんか、タメ口だけじゃないと思うんですよ。タメ口を使うのも一つの方法だと思うんですけど、なんか、うん、なんだろう、えっと、笑顔でいることとか、共通点を探すこととか、はいうん、相手に興味を持つこととか、いろいろなんか、 仲良くなる手段っていっぱいあると思うんですよね。うん、なるほど。うん、いやー本当にちょっとすごく参考になりました。ありがとうございました。あのそうそう、ふみさんね。あの今日あのー、画面越しですけど、はい、あの呼んでくれてありがとうございました。<laughs> こちらこそがすごくいいお話を聞かせてもらって。ああ、本当に僕もなんかすごく楽しかったです。今日。うん そうあのもしよかったらいつかですけどこう画面を越えて一緒になんかね街を歩きながら動画を撮ったりとかしたいなと思ったんですけどぜひお互いに日本語を勉強している外国人を応援しているチャンネルだからいいかなと思ってそうですねぜひ私あのウォーカンドトークでやりたいのがそこに住んでる人のうん あのお気に入りの場所だからもし台湾だったら<ー>台湾のここは、はい、あのよく行くどこどこなんですとか、うん、いつもここを散歩してますとか,かそういう日常の風景がもしね撮れたら最高だなっていいですね日本語を話しながらそうですそうです日本語を話しながら、えー、はい僕の散歩コース見ますか <laughs>、ね、ですね見たいですね <laughs> じゃあ今日は本当にありがとうございましたありがとうございましたふみ <laughs> さんバイバイさよなら、はい、写真撮ってもいいですかあ、はいどうやって撮るんですかふみさんいきますえ、私どこに写ってるんですか、はい、<laughs> ここ そこにあじゃかした方がいいいんですねはありがとうございました。<laughs>